グレッチのこれ何やったかな、まあ、いわゆるセミアコってやつですね。この音作りで あんな感じの音になるってことなんですよ。ただこの 5本でちょっともう同じフレーズをダーッと弾いていくみたいな。というわけでね、今日はねマイニューギア生放送でございます。グレッチのこれ何やったかな、 G2622T ストリームライナー with ビグスビー鳥のグリーンって書いてますね、はい、っていうやつです、まあ、いわゆるセミアコってやつですね、はい、まあ、基本的には空洞なんですけど、センターブロックって言ってこの、まあ、ネックとかピックアップとかここら辺にズバッと普通に木材が入ってるという感じの、半分アコースティックギターみたいな。だから結構生音鳴るんですよ。だあんまりジャーンって思いっきり弾きたくない感じ。このうち普通のマンションなんで。でね、めっちゃいいですよ。というわけで、まあそんな感じのギターを買いましたと。生鳴りもいいし、でなんかこう弦一本一本のバランスというか、なんかこうコード弾いた時の音量バランスみたいなのも全然悪くないし。さあ、そういうことでやっていきましょうか。ギブソンレスポールとヤマハ MGM2 と、でアクシス EX と AX3 アクシスのバッタモンみたいなやつとのこの 5本でちょっともう同じフレーズをダーッと弾いていくみたいなのをちょっとやりたいなと思ってるんですけど、ちょっと今歪みコーナー行きましょうね。まずでその後クリーン行きましょう。ゼロはやっときましょうか。ゼロとランフルビーズですね。結構まあいいか、この方分かる人多いのかな。あ、オーガールなー、オーガール入れたくなったから、ゼロとオーガールとランにしましょうか。ぶち抜き、まあ、ぶち抜かないですよ、もう。あの、チューナーで音止めれるっていうことに最近気がついたんで。テレテレリテレテレテレ、重たー、鉄みたい。いきましょう。じゃあ、もう全然違いますよね。さあ、当たり前ですけど、うん、いつもの音でしょこれ。だからこの音作りで あんな感じの音になるってことなんですよ。アクシスはもうね、本当にね、全然多分ね、ギブソンレスポールと遜色ないです。ノイズが すごいするな。ビリビリビリってこれだけが言ってますね。お願いしますから、お願いしますから、ボタン押してください。ヤマハ MGこれ初期タック松本モデルですね。スターリン AX3、 これはアクシスの廉価版、超廉価版って感じですね。やっぱこれはバランス悪いですね、めちゃくちゃ、うん、
ーキングきつい。レスポールいい音ですね。なんかこのキュワッっていう感じとかめっちゃいい音。なんかなことした使いもしないな、もう使っていく。なんかそのピッキングのクニャっていうちょっと荒くてかっこいいみたいな感じはテンションが緩いからかな、このギターちょっと出る感じがして、そこはちょっといいところでもあるかもしれないですね。うますぎて違いがあまり分かりません。 M さん、あなたに高評価をしたい。